上陸、ギリギリの位置から、上陸しているのがやはり9月の19日、月曜日の午後3時の予報になります。台風の目の中心の位置が九州地方の北部、この辺りにあります。 大牟田市のあたりでしょうかえ。非常に九州地方は危険な状態にあるということです。で、この後中国地方の山口県から再上陸した後ですねえ、一旦瀬戸内海へ抜ける新流走となっております。これが9月の20日火曜日の午前5時の時点の予報 進路予想となっておりますそして再び中国地方の山陽地方から近畿地方へ抜けて日本列島を縦断していく進路予想となっているのが ECMWF モードの最新情報、えー、敬老の日の午前3時の予報はどうなっているんでしょうか若干衰退した状態でありながら 昔ながら非常に強い勢力を保ったまま存在地域、佐世保市付近に上陸している新流層が気象庁の最新情報で出されています。台風14号、何マドルお分かりいただけると思うんですが、どれもこれもですね、九州地方へ上陸してから北東方向へ縦断する新流層が描かれています。そしてさらには、九州を抜けた後もですね、中国地方から再上陸して、縦断して横切っていく新流層となっております。 そして、さらに、この後日本海側へ抜けて、北陸地方に再々上陸した後ですね、東北地方から太平洋側へ抜けていくといったような、最も危険な、最悪なシナリオが描かれているということになりますね。台風14号、南マドルの目の中心の位置、台風の目がくっきりと見えるほど、勢力を増してきているということがお分かりいただけるでしょうか。 北西の方角、えー、つまり南西諸島の奄美大島のあたりに向かって駒を進める衛星画像、これはですね、予報ではなく実況ですから、非常に危険な状態にある台風14号であるということが、 言います。台風14号、南マドルが北上する頃ですね、九州地方へ上陸したあたり、日本列島の上空に完璧なあ気圧の谷ができてしまっています。この高気圧の張り出しが弱いとですね、なかなか日本列島を台風から守る防御壁にはならないということになります。偏西風、ジェット気流の位置が 北側にずれてしまっていたので、えー、台風がノロドロ運転をするような。二日からですね。二十一日のあたりにかけて、ジェットキル。偏西風の流れに乗るのが、台風十四号南マドルになります。えー、もうちょっと偏西風がね南に下がってきてくれればですね。日本列島の南の海上にまで下がってきてくれれば。ちゃっちゃと台風をですね。運んでいってくれるので、えー、被害が長引かないと。 ということになるんですが、現実はそうもいかないようです。台風,台風速報の時間がやってまいりました。2022年9月17日土曜日4時21分09秒現在の最新情報になります。速報でお伝えするのは台風14号南マドル、えー。気象庁の最新情報では、2022年9月17日3時45分発表の最新情報で、 三時の実況で大きさが大型、そして強さは猛烈な勢力の台風に発達している台風14号となります。えー、猛烈な勢力というのは気象庁の階級で、えー、3段階あるうちの一番上の階級になります。えー、存在地域は南大東島の東約260キロ。この バツ印の位置ですね。このバツ印の位置が現在位置、予報ではなく実況になります。中心気圧、910ヘクトパスカルにまで下がっている状態。そして中心付近の最大風速、55メートル。毎秒55メートルですから、猛烈な勢力にあり、この赤円が暴風域。この暴風域の範囲になります。瞬間最大風速、 75メートルとなっております。それではこの気象庁のこの予報をですね、ウィンディーでも出しているので、ハリケーントラッカーでご覧いただきましょう。概ねこのような進路予想をたどるんですが、この九州地方に上陸ないし、スレスレの位置に来るのはですね、明日ですから、3連休の中日、日曜日の午後9時ということになります。 最大風速45メートル、えー、中心気圧は945ヘクトパスカルの予報を出しております。JMA、ジャパンメテオロジカルエージェンシーですね。日本の気象庁の新流相がウィンディーでも表示されているんですが、それでは3連休の最終日、えー、敬老の日、月曜日の 19, 時19日、午後9時の予報ではですね、えー、九州地方を 抜けて、えー、さらに中国地方へ再上陸した後、日本海へ抜けた位置が台風14号の進路予想となっております。えー、中心気圧は970ヘクトパスカル。最大風速は毎秒35メートルにまで衰退を始めているんですが、しかしながらこの35メートルというのは、気象庁の階級でいう強い勢力の台風となっております。で、この後ですね、えー 日本海側を東北東の方向へ進んで、また再び東北地方に上陸して、えー、抜けていく、太平洋側へ抜けていく進路予想が示されています。太平洋側へ抜けるのは9月の20日、午後9時、最大風速は毎秒23メートル、中心気圧は990ヘクトパスカルにまで衰退が予想されています。もうすでに猛烈な勢力に入っていますから、 えー、このようなですね、くの字型の進路予想となっております。えー、次、BOMA ・ビラウ・オブ・メトロロジー・オーストラリアズの進路予想、えー、オーストラリア気象局ですね、オーストラリア気象局の進路予想も、おおむね日本の気象庁と同じ予想となっているんですが、若干南寄りに進みます。 まず、朝の9時ですね。えー、朝の9時には、南西諸島のあたりに最接近しています。日曜日の9時、最大風速毎秒35メートル、気象庁の階級でいう強い勢力、えー、さらに中心気圧は937ヘクトパスカルにまで落としております。落としているというのは、勢力が強くなっているということですね。えー、最大、 中心気圧はあ、中心気圧は数値が下がるほど台風の勢力は強くなります。そして3連休の最終日、敬老の日の9月19日、月曜日の午前9時には最大風速毎秒33メートル、気象庁の階級でいう強い勢力、中心気圧は947ヘクトパスカルの状態で九州地方の 西側五島列島に最接近え。さらにはその先、19日の夜9時の時点。こちらは最大風速34メートル。えー、中心気圧は957ヘクトパスカルとほとんど変わらない予報が出されております。でこの時点で、オーストラリア気象局の予報ではですね、九州地方の北部、えー、上陸するするの位置に、えー、台風14号が 通過しているという点に十分に警戒を強めていただきたいと思います。で、この後ですね、上陸して、東の方角へ進んだ後、瀬戸内海から四国地方へ再上陸をするのがこちら、火曜日の20日、午前9時ですね。 最大風速は28メートルにまで落とした状態で中心気圧は973ヘクトパスカルとなっております。そしてさらにここから遠く東の方向へ進んで日本列島を縦断していきます。近畿地方の大阪のあたりに再々上陸をして日本列島を中部地方 それから、東北地方と、えー、縦断した後、太平洋側へ抜けていくといった進路予想をたどるのが、オーストラリア気象局の最新情報になります、えー。それでは、ヨーロッパ中期予センターですね。ヨーロピアンセンター4ミディアムレンジウェザーフォーキャスト。こちらの進路予想もご覧いただきましょう。えー まあ、おおむね、えー、同じような進路予想をたどりはするものの、この近畿地方に上陸した後ですね、えー、なんと、南西の方角へ向かって、えー、南下を始めているという点が ECMWF モードの大きな特徴の一つであるということですね。明日の9時、えー 午前9時、えー、日曜日の9時には最大風速30メートル、えー、中心気圧、気圧は967ヘ,ヘクトパスカルと、気象庁の階級でいう強い勢力の台風には発達しない予報となっておりますが、しかしながら、その、この次ですね、えー、3連休の最終日、9月の19日、月曜日の敬老の日の午前9時には、 最大風速27メートル、中心気圧970ヘクトパスカルの状態で、九州地方の西側の東シナ海の海上にまで最接近している予報図、新流層が描かれています。で、この後ですね、えー、再び転向して、えー、北北東の方向へ進んだ後、長崎県の佐世保市の辺りに上陸をしている新流層となっているのがお分かりいただけるでしょうか。この点線ですね。 この点線の部分なんですが、そしてさらに、東北東の方角へ進路を変えて、やはり瀬戸内海からですね、四国地方の北側を通過するのが、9月の20日火曜日の午前9時。 最大風速は29メートル。中心気圧は983ヘクトパスカル。決してですね、強い勢力の台風ではないんですが、しかしながら30メートル近い数値を保ちながら、日本列島を縦断する予報になっている点に十分にご注意ください。この後、関西の近畿地方ですね。近畿地方に入って、再び太平洋上へ 南西の捕獲へ進む。これが9月21日水曜日の夜9時の予報。最大風速14メートル。中心気圧は1008ヘクトパスカルにまで衰退している最新情報となっているのがオーストラリア気象局の予報となっております。それではウィンディの GFS モードから見てまいりましょう。もうすでにですね、20日には 瀬戸内海のあたりにまで駒を進めている状態が見れたんですが、台風14号、何マドル中心気圧は956ヘクトパスカル。周辺の最大風速、20メートル台の後半を指し示している、ウィンディーの GFS モードの最新情報になります。そして17日からですね、18日、明日のお昼頃には、あ南西諸島を通過していく、 新流走となっております中心気圧は946ヘクトパスカル、周辺の最大風速、高いところですと、早くも29メートルのところが、あ,あ30メートルのところがありますね、九州地方の南に北上してきているのがお分かりいただけるでしょうか、でこのあと、GFS モードでは、ですね東シナ海へ抜けて、九州地方に徐々に徐々に最接近をしていく新流層となっております。 もうダイレクトにですね九州地方の南に向かって北上していく進路予想鹿児島県の鹿児島市の辺りにもう最接近して上陸するセルの位置を北上していっていますこれが3連休の最終日9月の19日月曜日の午前の予報になっています そしてついにですね上陸ギリギリの位置から上陸しているのがやはり9月の19日月曜日の午後3時の予報になります台風の目の中心の位置が九州地方の北部この辺りにあります大牟田市の辺りでしょうか中心気圧は959ヘクトパスカル周辺の最大風速この時点で高いところでは29メートルのところが現れているさし 示されているという点に十分にご注意いただきたいと思います。そしてこの後ですね、GFS モードでは19日の経路の日、九州地方を縦断した後、一旦瀬戸内海へ抜けます。 この時の中心気圧は968ヘクトパスカル。周辺の最大風速高いところだと、衰退はしているもののですね、27メートルのところもあるということですね。えー、四国地方を縦断しています。これが9月の20日火曜日の午前の予報、えー。進路予想になります。そして近畿地方の南ですね、和歌山県のあたりをですね、上陸した状態で縦断しながら北東方向へ駒を進める進路予想になって今おります。 9月の20日から9月の21日水曜日の午前3時の予報、えー、東海地方から関東地方の方へ抜けていく台風14号の進路層想となっているんですが太平、太平洋上に抜けるのが9月の21日の水曜日の午前中ということですね、えー、勢力を弱めながら、この後北東方向へ去っていくというような進路層想になっているんですが、この時すでにですね、えー 太平洋上のフィリピン海、早くも中心気圧、1001ヘクトパスカルの等圧線が現れ始めています。21日の水曜日の時点でですね、弱い等圧線がいくつか、えー、太平洋上に現れ始めているんですが、えー、これが台風になるかどうかというのはちょっと現段階ではわかりません、えー。台風の玉もなる熱帯低気圧が現れ始めておりますが、非常にドルも弱いですね、まあ。唯一くっきりしているのが、 先ほど21日頃に現れたこちらの等圧線、日本列島南の海上ですね、から東側へ北上していく進路予が見ることができます。これが台風15号、タラスらしき、タラスの候補らしきと圧線になるかどうかというのはちょっと現段階ではわかりませんが、非常に弱い勢力。 輪郭のはっきりしないと圧線の状態で中心気圧は1000ヘクトパスカル台を維持しながらですね、北北東の方角へ向かって駒を進めていく進路予想が示されております。で、この後ですね、えー、台風の卵らしきと圧線が現れるのかどうかというところなんですが、 まぁちょっといくつかですね、えぇ、ー、台風16号の候補の等圧線は、 確かにあります。まずフィリピン・ルソン島の東の海上に中心気圧991ヘクトパスカル、周辺の最大風速18メートル、19メートルのところがある等圧線が一つですね。そしてもう一つ、南シナ海にも中心気圧が1000ヘクトパスカル、同心円状の等圧線が現れています。周辺の最大風速はまた1桁台といったところなんですが、この辺り一帯の海面水温が非常に高いので、台風 の卵及び台風が非常に発生、そして成長発達しやすい状況にあるということが言えます。それでは次、ECMWF モードですね。ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとする ECMWF モードでも台風14号、ナンマドルの診療層をご覧いただきましょう。中心気圧は960ヘクトパスカル、周辺の最大風速、高いところですと、 えー、GFS ボードに比べて数値は低いんですが、それでも20メートル台の前半を維持しているといったような最新情報になっています。で進路予想はですね、えーまあ、大体どこの気象機関も似たり寄ったりなんですが、やはり南西諸島へ向かって、えー、まず西北西の方角へコマを進めていく進路予想となっております。南西諸島に最接近するのが明日18日日曜日の午前10時の時点。 そして、えー、北上しながらですね、九州地方の西の海上を北上していく台風14号の進路予想をご覧いただけていますでしょうか。中心気圧は957ヘクトパスカル、えー。周辺の最大風速、高いところだと20メートル台の前半といったところなんですが、九州地方のですね、長崎県の佐世保市の辺り、 えー、この辺りに上陸ないしすれすれの位置に台風の目の中心の位置があります。えー、この後、台風14号は一旦ですね、えー、上陸本当にすれすれの位置を進みながら上陸しているかに見えるのはですね、この位置ですね、9月の19日、敬老の日の月曜日の午後3時の時点、 九州北部の福岡のあたりでしょうか福岡のあたりに北九州かな北九州。北九州市。 福岡県のあたりに上陸しているかに見える、この台風の目の中心の位置ですね。非常に九州地方は危険な状態にあるということです。で、この後中国地方の山口県から再上陸した後ですね、一旦瀬戸内海へ抜ける進路予となっております。これが9月の20日火曜日の午前5時の時点の予報。 進路予想となっております。そして再び中国地方の山陽地方から近畿地方へ抜けて日本列島を縦断していく進路予想となっているのが ECMWF モードの最新情報。そして東海地方、そして関東地方に来るのはですね、9月の20日、火曜日の午後、時の時点の予報となっております。これが東海地方。関東 東地方に台風の目の中心が来るのが20日の夜8時の時点だいぶ衰退して予報と、えー、圧戦の形が崩れているんですがそれでもまだ周辺の最大風速18メートルを維持しているような状態となっております。で、この後はですねもう太平洋上へ抜けていくというような進路予想をたどるんですがそれではこの後新たな台風15号タラスの候補らしきと圧戦は現れてくるんでしょうか。 えー、フィリピン海の海上、この辺りですね、中心気圧1003ヘクトパスカル、まだ等圧線は弱い状態ではあり、えー、なおかつ周辺の最大風速度も、まだ台風の基地位置である、毎秒17メートルには達していないんですが、弱い等圧線がちらほらと現れているような状況。ただ、ECMWF モードはこのあと台風へ発達しそうな等圧線というのは現れてきません。 一番先の予報はですね、9月の26日、月曜日の朝9時の時点の予報となっております。これが ECMWF モードですね。えー、それではドイツ、ドイツ気象局、ダイチャウェーターディンツの気象モデルをペーストするアイコンモードでも5日間予報で見てまいりましょう。台風14号、南マドル。こちらの等圧線が 963ヘクトパスカル周辺の最大風速高いところだと20メートル台の前半24メートルのところもあるようなこちらの数値がどのように変わっていくのかそして進路層をご覧いただきます南大東島の方へ向かっていきながらです、ねえー、北西の方角へ駒を進める進路層となっております アイコンモードでもですね、えー、今日の土曜日、17日の時点で、えー、南西諸島、奄美大島の方へ向かっていきます。そして明日18日、日曜日の午前4時の時点でですね、えー、南西諸島の上空を通過していきながら、九州地方へ徐々に徐々に接近していく台風14号、南マドル。 日曜日のお昼にはですね、東中へ入って、中心気圧は951ヘクトパスカル。周辺の最大風速、高いところだともう29メートルのところも今ちょっと見えましたが、それではアイコンモードでは九州地方へ上陸するんでしょうか。非常に危険な予報となっておりますが、9月の19日、月曜日の午前3時の時点ですね、中心気圧959ヘクトパスカル。 この状態で周辺の最大風速が高いところでも、もう衰退が始まって26メートルから26メートル前後ですね、27メートルのところもあるんですが、長崎県のやっぱり佐世保市ですね、佐世保市のあたりに上陸した状態で台風14号、何マドルの目の中心の位置があるかに見えます。 それではこの後日本列島を縦断する進路層となっているのかどうか見てまいりましょう、えー、この後一旦ですね対馬、えー、海峡の方へ抜けます衰退、えー、しながら対馬海峡の方へ抜けてそれではこの後中国地方へ再上陸をするんでしょうか中心気圧は969ヘクトパスカル周辺の最大風速25メートル前後を維持したままままたやっぱり上陸 再上陸してますね。中国地方の山陰地方に上陸をしている台風14号。南マドルの進路層を描いているのがアイコンモードになります。そして山陰地方を進みながらですね、鳥取県の鳥取市の辺りから日本海側へ一旦抜けるのが9月の20日。 午前7時の予報。そして、えー、北陸地方のあたり、長野県の、か、えー、石川県の金沢,金沢市から長野県の長野市のあたり、そして栃木県の宇都宮市からですね、えー、東北地方、福島県のいわき市のあたりから、あたりへ、えー、縦断した後、太平洋側に抜けていき、えー、北海道地方の 南東の海上を北東方向に進みながら徐々に徐々に離れていくというような一連の進路予想をウィンリーのアイコンモードでは最新情報で弾き出しております。そして早くもですね、中心気圧1003ヘクトパスカル、えっと、圧線非常に輪郭がぼんやりとした弱い状態で見えるのがですね、一番先の予報、9月の21日水曜日の夜9時の 予報となっております。こちらもまだ台風らしき等圧線というのは現れてこない状態となっております。これがウィンディの3モードなんですが、まあたいご覧いただいたようにですね、この3モードの進路予想、ほぼ同じ結果となりました。結果というよりは、まあ同じ予報を出しているということですね。アイコンモード。 そして、えー、GFS モードですねさらには ECMWF モードこの ECMWF モードの本家本元の、えー、ヨーロッパ中期予報センターの 公式サイトになります。公式サイトのオールドチャートカタログですね。平均海面気圧、850ヘクトパスカル、海抜約1.5キロの位置の風速予報になります。で、えー、ご覧いただいているのが、9月の16日の午前9時から26日の午前9時までの10日間予報になるんですが、こちらが日本列島になります。 で台風14号は接近してくるのが16日、17日の本日の土曜日、南西諸島を通過します。東シナ海に入って北上してから、この九州地方に最接近して津島,津島海峡を抜けていくのがですね、明日、あ2日後、3連休の最終日の敬老の日のあたりの 予報となっております。液晶庁の最新情報、先ほどもざっくりとご説明させていただいたんですが、まず実況からですね、えー、本日4時の推定です。 もうすでに4時にはなっているんですが、死別は台風で大きさは大型の台風となっておりますで。強さは猛烈な勢力を維持したまま、南大東島の東約250キロ。中心気圧は910ヘクトパスカルにまで下がった状態を維持しながらですね、中心付近の最大風速は猛烈な勢力の毎秒55メートル。最大瞬間風速は75メートルとなっております。そして本日17日、 午後3時の予報ですね。依然として猛烈な勢力を保ち続けた状態。こちらの予報になります。存在地域は南大東島の北北東約160キロの位置で、進行方向と速さは北西の方角へ20キロですから、マ、ま、マチャリを全速力で漕いだぐらいの速さ。まあ大体ロードバイクぐらいの速さではあるんですが、北西の方角へ進んでいます。中心気圧は910ヘクトパスカルと変わらず、 猛烈な勢力を維持しているということですね。中心気圧の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は75メートルという、えー、予報になっております。そして明日日曜日、18日の午前3時の予報では、なおも猛烈な勢力を維持したまま存在地域や奄美大島の東北と約150キロの位置まで駒を進める進路予想となっております。 こちらの予報はですね、南西諸島の南の海上に進んでいく予報が出されています。そして進行方向と速さは北北西。若干北寄りに進路が変わったという予報になっております。だいたい移動スピードはやはりママチャリを全速力で漕いだぐらいの速さ。中心気圧は910ヘクトパスカル。非常に低いです。 やもすると、第二室ト台風、最強台風と言われる第二室ト台風より低い中心気圧となっております。気圧が一番低い記録を出しているのが第二室ト台風なんで、これは別の動画でもまとめているのでよろしければご覧ください。中心付近の最大風速55メートルと変わらない状態でですね、 18日の3時、南西諸島の南側まで、えー、移動してくる予報、診療想が出されていますので、えー、この辺りのですね、地域にお住まいの方々、えー、警戒を強めて十分にご注意をいただきたいと思います。最大瞬間風速も75メートルと変わらず。えー、それでは、3連休の最終日、こちらですね、敬老の日の午前3時の予報はどうなっているんでしょうか。 貫水帯した状態でありながら、しかしながら非常に強い勢力を保ったまま存在地域、佐世保市付近に上陸している新流層が気象庁の最新情報で出されています。台風14号、何マドル、長崎県の佐世保市にこの予報円がかかっているんですが、この予報円の中心を進む確率がですね、70%と規定しています、気象庁では。 進行方向と速さはあ北に2 0キロと変わらず中心気圧は9 4 5ヘクトパスカルにまで若干上がりました衰退が始まっているということです中心付近の最大風速4 5メートル。衰退しながらも非常に強い勢力を維持そして20日あ3時の予報ですねだいぶ移動スピードは上がっていますこちら日本海にあるんですが存在地域は能登行き のとおきとなっております。で、このですね、19日から20日にかけてですね、20日の火曜日にかけて、九州地方から中国地方を縦断していく新療層になっているのが分かりいただけるでしょうか。 進行方向の速さは東北東に25キロのスピード、ロードバイクぐらいの速さでしょうか。中心気圧は975ヘクトパスカルに上がってきて、中心付近の最大風速は毎秒30メートルにまで落としてきています。そしてこの後ですね、能登沖、日本海側の能登沖から再び北陸地方へ上陸して、今度は東北地方を抜けていく新ルーソを気象庁の最新情報が発表しております。 21日3時の予報では温帯低気圧に変わって存在地域や日本の東の位置に予報円の中心があるんですがブレ幅も大きくなっております進行方向と速さは北東方向に50キロ、えー、原付きパイクぐらいの速さですねこれはおそらく偏西風が偏西風の流れに乗っているということを表しているんじゃないかなと 思います。これは私個人の感想です、えー。平成風の動きも後で見てみましょう。中心気圧は994ヘクトパスカル。最大風速20メートルにまで衰退した状態で、日本列島から徐々に徐々に離れていくといった進路予が気象庁の予報で出されております。ベイクン JTWC ・ジョイント台風ワーニングセンターの最新情報もご覧いただきます。 ABPW の文字に下に見えるのが日本列島ですね。えー、この点線の枠内が北西太平洋の台風の区域になります。台風14号ムイファーは中国大陸へ北上した後、衰、ま、退、あ、を続けている状態ですね。そしてこちらのですね、台風の目の中心の位置がくっきりと映った雲画像が映し出されているのが スーパータイフーン16ウエスト、南マトル、台風14号の衛星画像になります。発行時間が16日1800ズール。これは世界標準時ですから日本標準時に修正すると本日17日の午前3時の時点の衛星画像ということになります。台風14号の進路予想もご覧いただきましょう。米軍の最新情報ではですね、えー、おおむね気象庁と同じ 予報、診療層が弾き出されております。18日の12時、九州地方の鹿児島県に上陸している診療層が描かれています。ですから日本標準時に直すと、19日、敬老の日の午後9時の時点の予報となります。でこの時の最大風速は95ノットなんですけれども、 これをですね、えー、日本の気象庁が採用している最大風速に直しますと、毎秒48.83メートルもの気象庁の階級でいう非常に強い勢力を維持したまま、えー、九州地方の南、鹿児島県の辺りに上陸するという進路予想が発表されているという点に十分にご注意ください。で19日の12ズールーですから、 20日の午後9時の時点の予報、えー、瀬戸内海にあります。瀬戸内海から再びですね、えー、中国地方へ再上陸した後、えー、北陸地方から東北地方を北東の方向へ進んで太平洋側へ抜ける新流層が 米軍の最新情報で出されているということですね。くの字型の進路予想となっております。え先ほどご紹介しました、あ日本の気象庁とですね、それから米軍 JTWC 合同台風警報センターの2つの進路予想を合わせた世界各国7つの気象機関の進路予想を比較したコンピューターグラフィックスによるシミュレーション画像がこちらになります。マルチエージェンシーの最新情報なんですが、あフィリップ 民のパガサはですね、除外されていますね。6つの気象機関の侵入層の比較モデル図を見てもお分かりいただけると思うんですが、どれもこれもですね、九州地方へ上陸してから北東方向へ縦断する侵入層が描かれています。そしてさらには九州を抜けた後もですね、中国地方から再上陸して縦断して横切っていく侵入層となっております。 そして、さらに、この後日本海側へ抜けて、北陸地方に再々上陸した後ですね、東北地方から太平洋側へ抜けていくといったような、最も危険な、最悪なシナリオが描かれているということになりますね。こちらの世界各国7つの気象機関がどこであるかというのは、私、ブログに書いておりますので、概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方、ぜひご覧いただければと思います。気象衛星ひまわりの最新の 画像になります。上に見えるのが日本列島の九州地方と四国地方になるんですが、ご覧ください。台風14号、南マドルの目の中心の位置。台風の目がくっきりと見えるほど勢力を増してきているということがお分かりいただけるでしょうか。北西の方角、えー、つまり南西諸島の奄美大島のあたりに向かって、えー、駒を進める、この 衛星画像、これはですね、予報ではなく実況ですから非常に危険な状態にある台風14号であるということが言えますえ。気象庁の天気図も見てまいりましょう。気象庁の天気図はですね、9月16日の午前6時の実況から明日3連休の中日ですね、9月18日の午前9時までの予想をはじき出しています。 で、これ、えー、お分かりいただけると思うんですけれども、この台風14号が北上するに従ってですね、この太平洋高気圧と移動性高気圧の張り出しが弱くなって、それぞれ引っ込んでしまうんですよね。日本列島上空にこの気圧の谷ができている状態の時に台風14号が北上してくると、日本列島をちょえー、めかけて直撃してくるというような、気象庁の天気図になります。 トロピカルティベットの最新情報でも台風14号何マドル ?GFS モードですね。GFS モードで見るとわかるんですが、九州地方に最接近ないし、えー、もう最接近というよりは完全に上陸している 心流層が描かれていますこの時の中心気圧は954ヘクスパスカル日時はですね9月の19日ですから敬老の日の午前9時の時点の予報ということになりますでこの後日本列島を見事に縦断しながら東北地方から太平洋側へ抜けていく心流層となっておりますでこの後もですねちらほらとですね いくつかの熱帯低気圧つまり台風の卵なる等圧線が現れてくるんですが、中でも注意しなければならないのが9月の30日の午後3時の時点で表示されている中心気圧947百パスカルのこちらの等圧線ですね。えー、この等圧線が徐々,々に成長発達してきて日本列島の南側の海上へ近づいてくるという点に十分に。 ご注意をいただきながら今後の警戒、えー、強めていただきたいと思います。えー、それでは、台風に伴う、えー、天気予報も見てまいりましょう。週間天気予報ですね、気象庁から発表されている最新情報になります。えー、17日の土曜日、 台風の影響で、西日本,西日本をはじめ中国地方は曇りなんですが、えー、近畿地方、東海地方、関東地方、それから北海道の一部、全体的に雨の予報となっております。そして18日の日曜日になると、これも台風の影響なんですけれども、もう日本 日本列島のほぼ全体的に雨の予報ということになっております。特に東京が降水確率90%ですね、えー。福岡はもう土砂降りの大雨という予報が出されており、降水確率は90%。経路の日、19日の月曜日、えー、もうほとんど全国的に雨。 先島諸島は晴れの予報になっているんですが、台風の影響、台風が通過していく影響で全国的にですね、雨の予報となっております。特に台風の最接近ないし、上陸が危惧される九州地方の福岡では、降水確率80%で土砂降りの雨の予報が出されているということですね。そして20日の火曜日、 九州地方は曇りですが、それ以外の日本列島全域で雨という予報になります。21日の水曜日、だいぶ晴れの範囲が広がってきましたね。台風一過といったところでしょうか。東北三県と、それから北海道の一部では雨の予報になっています。22日の木曜日、全体的に曇り。23日の金曜日、日本列島の南側のあたり、それから南西諸島も含めて、雨の地域が ありますえ。気象庁の大雨危険度警報の最新情報を見てまいりましょう。心構えを高める、そして注意の黄色いマーカーがついているのが九州西部の宮崎県ですね。あ、失礼しました。九,九州東部の宮崎県。えここの区域は、えー、注意の大雨危険度の予報が気象庁の最新情報で出されております。 気象庁の今後の雨ですね。1時間の降水量。えー、この色の見方なんですが、えー、青が10ミリから20ミリ、黄色が20ミリから30ミリの1時間降水量が表示されております。えー、ちょっと見づらいんですが、画面右下からせり上がってくるのが台風14号、南マドルのこちらの円形の雲になります。 北海道地方の一部は雨の予報となっているんですが、え台風の影響をもりにくら,くらってしまっているアウターバンドのです、ねえー、雨雲による雨が懸念されるのが九州地方の南のあたりということになります。この台風14号、南マドルの接近に伴う波浪の実況と予想図もご覧いただきましょう。 この数値はメートルを指し示しています。波の高さですね。この円形がです。この円形のコンピュータグラフィック画像が台風14号何マドルを表しているんですが、一番先の方ですね。9月の17日の時点でですね、最も高いところと13メートルの波の高さが気象庁の方から予報で出されているというところですね。あ、これ予報じゃないか。 えこれはですね、えー、予報では予報も含まれているのかなあ予想も含まれてますね、一番先の予報が本日17日の夜9時の予報なんですが一番高いところではですね波の高さが13メートルのところこの,この辺りですね。えー 予想されているので十分にご注意をください。で、気象庁の海面水温も見てまいりましょう。まずは実況の方からですね。9月15日の海面水温の高さを表したのがこちらの画像になるんですが、画面上に見えるのが日本列島ですね。日本列島の南の海上、もう連日お伝えしている通りではあるんですが、フィリピンの東西にまたがって南シナ海とそれから東シナ海ですね。 各からマックス30度の海面水温が気象庁の実況で表示されています。そうでなくても26度、27度、28度、29度あたりの高い海面水温が非常に広い範囲で分布されている実況になっている点に十分にご注意ください。台風の発生条件の一つである海面水温は26.5度以上なんですけれども、 台風の卵が発生しやすくかつ成長発達しやすい状況にあるのはですね、この台風の餌である、えー、水蒸気を海面水温が高いと大量に放出するからなんですよね。えー、それでは予想図の方も見てまいります。10月の15日までですね、えー、見ることができるんですが、真っ赤からマックス30度の高い海面水温を表す海域というのは非常に、 えー、狭くなって、日本列島の南の海上にはあ見えなくなっているんですが、近いところでは。しかしながらですね、海面水温がじゃ低くなって冷えたのかというと、そんなことはありません。えー、台風発生の条件の一つである26.5度以上ですね、えー、成長発達のお条件があ依然として残っているという気象庁のかこの海面水温の高さ、十分に ご注意をいいたただきたいと思いますでこれはですね、まあ、ラニーニナ,ナ現象によって、えー、東風がです、ね、南米から吹いているがゆ、ね、えに、ー、この辺り、日本近海のインドネシア地域の海面水温が高くなってしまっているんですね。えー、これは気象庁の l 2の監視速報の9月9日付のです、ね、最新情報で発表されています。 それでは気圧の変化も見てまいりましょう。太平洋高気圧と移動性高気圧ですね。さきほど気象庁の天気図をご覧いただいて、 言った通りなんですが、やっぱりこの台風14号ナンマドルが日本列島へ近づくにつれてですね、この高気圧群、太陽高気圧と移動性高気圧群の張り出しが上回って、気圧の谷ができてしまうんですね。これをウィンディーでも見てまいりましょう。まずは ECMWF モードから見てまいりますが、こちらが台風14号です。 台風14号は日本列島へ北上していくにつれてですね、えー、この太平洋高気圧の張り出しを弱まって、画面右側、あつまり、東の方が引っ込んでしまいます。そして移動性高気圧もですね、日本列島の上空にまでは張り出してきてくれていません。えー、この状態で日本列島の上空に気圧の谷ができてしまって、えー、まさにそこを狙って、 台風14号が日本列島上陸、縦断してしまうということですね。ですからね、この太平洋高気圧、ないし移動性高気圧下の張り出しが重なった高気圧群バリアが日本列島の上空を常に覆ってくれていれば台風は日本列島へ入ってくることはできません。え近づけないんですが、しかし現実はそううまくはいかないということですね。 これが ECMWF モードになります。完全に太平洋気圧と移動性高気圧がながった高気圧群バリアが日本列島の上空を覆っている状態をご確認いただけます、ご確認いただけていますでしょうかこれが一番先の予報ですね。9月の26日月曜日の夜8時の時点の予報になります。この状態がもう完璧に日本列島を台風からガード、防御している状態になります。 それでは GFS モードではどうでしょうか ?GFS モードでもですね、えー、やはりこの高気圧の張り出しが弱くなって気圧の谷ができたところで台風14号、何マドルが北上してくるというのがお分かりいただけるでしょうかま、まあ、あれにね、基本的に熱帯低気圧である台風は移動性高気圧の中に入れないんですが、まあ、これ、ね、コンピューターの計算のバグなのか何なのか、こちらの等圧線がですね、太陽高気圧の中に潜り込んでいって ますね、通常はこうはならないんですけれども、えー、それではアイコンモードでも気圧の変化見てまいりましょう。台風14号南マドルが北上する頃ですね、九州地方へ上陸したあたり、日本列島の上空に完璧なあ気圧の谷ができてしまっています。この高気圧の張り出しが弱いとですね、なかなか日本列島を台風から守る防御壁にはならないと いうことになります。平成風の流れに台風が乗るタイミングをちょっと見てまいりましょう。上空1万メートル、10キロあたりを流れるのが偏成風で、この肌色の色をした部分が一番風の流れが強い位置となります。偏成風に乗らないとなかなか台風はですね、 去っていってくれていないんですが、偏西風の流れに乗り始めるのは九州上陸してからですね、9月の21日のあたりですね、このあたりから偏西風の流れに乗って、台風の移動速度が増して、さっさと退散してくれるということになります。GFS モードではどうでしょうか偏西風、ジェット気流の位置が 北側にずれてしまっていたので台風がノロドロ運転をするような二0日からですね二十一日のあたりにかけてジェットキル編成風の流れに乗るのが台風十四号南ンマドルになりますここまで接近すればあとはですね編成風の流れに乗ることができるので このような形ですね、えー。もうちょっと偏西風がね、南に下がってきてくれればですね、日本列島の南の海上にまで下がってきてくれれば、ちゃっちゃと台風をですね、運んでいってくれるので、えー、被害が長引かないということになるんですが、現実はそうもいかないようです。それではまとめに入りましょう。 台風14号、何マドルに関してはですね、世界各国の気象機関の進路予想を比較してみたんですけれども、まあ、ほぼ同じであるということが分かってしまいました、まあ、若干ね、ね、えー、進路予想のブレ幅というのは気象機関ごとにあるんですけれどもしかしながら九州地方から上陸して日本列島を縦断していくというこの進路予想にはほとんど変わりがないというのが本日9月17日土曜日の最新情報になります。 まあ、ウィンディーだけじゃなくて、えー、ヨーロッパ中期予報センターのー最新情報でもそうですし、えー、日本の気象庁でも九州上陸からあ中国地方そして、えー、北陸、東北と縦断していく予報が出されているということですねそして米軍もまたしっかりです。 えー、くの字型に南西諸島を通過後九州地方の鹿児島県の鹿児島市の辺りから上陸して北東方向へ転向向きを変えて、えー、瀬戸内海からあ再び近畿地方北陸地方へ上陸してと、えー、東北地方を抜けてから太平洋上へ退散していくというような新旅装をご覧いただきました。えー、それではままとめに入りましょう えーまあ、今日から3連休なんですが今日、明日、明後日の3日間が台風14号何マドルの山場なのかなというところなので、えー、十分に警戒を強めていただきたいと思いますもう九州上陸はです、ね、どこの気象機関も一致してしまっているので、まあ、上陸スレスレの位置を進んでいく予報も出されてはいるんですけれども やはり今後の警戒をです、ね、十分に強めていただき、えー、最新情報をこまめにチェックしてください、えー、それでは、東台風速報チャンネルはです、ねえー、今後も台風に関する最新情報を速報でお出ししてまいります、えー、台風の動向が心配で不安で夜も眠れない方以外もです、ねえー、ぜひ、えー、チャンネル登録の方をしていただいて、えー、台風に関する最新情報を速報で 入手して最大限にお役立てをいただきたいと思います。私からは以上になります。